はい、どうもお疲れ様でーす。いや、ホーム強いっすねー。はい、今日6月19日ですね。後半戦の初戦、ホームに、ブラグリッツ秋田を迎えての試合でした。いやー、リベンジ大成功、素晴らしかったですね。良かったです。まあ試合の入りが、まあこっちが良かったというか、相手があまりガツガツ来なかったからという部分もあったのか、まあすごく前半のあの雰囲気がいい時にしっかり先制できたっていうのが良かったですね。うん、あの先制点は完全に、まあ、秋田がちょっとミスしたっていうのですよね。なんか厚をあの N で見てた時は全然分かんなかったんですけど、家に帰ってきてからダゾンで見て、あ、こんな感じだったのねっていうのでしたね。はい、今回もまあ動くラジオなので、動きながら適当に喋っていきますので、適当に聞いてください。ありがとうございます。そうですね、どんなでしたか。こうもうゴールがちっちゃくて磁石がでかいんですよ。そうだから分かんないんだよね。まあね、こう出かけてたんですよね。出かけてたのをシオンがしっかり収めたんですよ。でこのゴールキーパーの新井選手でしたかね、出たってちょっと手上げたんですけど、どう見ても多分出てなかったんですよね。すぐ手下げて戻ったんですけども、その時にはディフェンダーがもう全員何ですか、絶ですか、絶じゃねえか、もう全然もう止まってんの。で遅れていった時にはもうシオンは十分時間を持ってたんですよ。だから落ち着いて左足だかなで上げて、ここに3人もディフェンダーいたのに、ジャンプしてんのは栄太郎くんだけ。ポエム太郎、素晴らしかったですね。あそこやっぱりどれだけうちが切り替えしているかっていうのですよね。あんなゴール前でシオンがボール持ってるのに、なぜか3人とも止まってる、勝ちでしょっていうのでしたね。素晴らしい。シオンがやっぱりあそこで落ち着いて、ちゃんと栄太郎くんでもちゃんといけるボールを出したっていうのですかね。あとやっぱちょっとキーパーがちょっとこう手を上げた分反応が遅かったんですよね。もしかしたらあれ、反応がもっと早ければそのままパンチングできたんじゃないのかなと思う。まあようわかんねえけど、横から見てねえから、まあ、ちょっとそんな風にも思いました。そうっすね、はい。まあ、あとは前半はまあとにかく相手に、まあ、1回ちょっと危ないシーンはあったけど、あそこでもなんか滑り込んでこなかったから体を、まあ、そこが良かったですよね。ちょっとあのボールが流れたシーンですね。こっちで言うとゴメス側のところから上げられてのシーンですね。今日ちょっとゴメスの方からの上げられるシーンが多かったかな。そんな感じの印象は受けましたね。ちょっとダゾンで1回ぐらいしか見てないからあれだけど、そんなでしたね。あと何が上がったシーンだと、17分18分あたりのあれですよ、多分みんなも上がったと思う。俺はもう N で見てゾワってきたね。誰だろう、マイケルかな、多分マイケルなのかな。ここからこうヨシ君がこの左サイド奥で後ろからのビタンとトラップしたあのシーン、どうでしたか奥さん。上がったでしょ、あれね、上がっちゃ、あれはすごかったっす。ああいうシーン見るとやっぱりもう拍手の熱が上がって仕方ないんですよ。いや湧いたね。やっぱこういう風なプレーとかも全然見る、もう一瞬小野伸二なのかなって思っちゃったもん俺は。え、よし君小野伸二なのみたいなね。よし君がこのあの足に叩きつけるトラップとかできるんだろうかね。ちょっとそういうのもいろいろ質問してみたいですね。まあそんなんが前半かな。前半追加点欲しかったよね。うん、まあ前半もやっぱり思ったのは、ひたむきかける全力は谷口海斗だなっていうぐらい、海斗がまた今節もよく走った。まあ前半がっていうか、今節もほんとよく走ってくれるよって。もっとゴールな。やっぱりカイトが走ったりとか、ちょっと後ろに戻ってきて、あのゼロトップみたいに
なるからこそ、まあ、ゼロトップになるから、ヨシ君とか前上がったりとか、シオンとか前上がったりとかするんだけど、なんかああなるからこそ、カイトのゴールがっていう部分がちょっと遠くなってるのかな、みたいなのも思ったり、思わなかったり、まあ、よう分かってなかったりっていうのも言うんだけど、あと何があったっけ、まあ、後半のスタートは、まあ、後半は、いやまあ来た来たなっていう、後半はほんとハイプレスがどんどん来て、まあ時間を追うごとに20分以降ぐらいからはかなりすごかったのかな多分で、バーって来て、おーおーおーっていう時だったけど、うちも決定的なシーンがちゃんと作ってて、ただね、何分だった、70分過ぎの78分前ぐらいの、多分4、5分ぐらいのあのエーターの1対1なあ、あれなあ、あれも間違いなく疲れてたよね、疲れてたね。だって普段だったらもう変わっ、もう俺無理っすよみたいな、あの明らかにもう落ちる時間帯だったからね、あれはね。でも決めなきゃ、てかシュートまで持っていかなきゃ、まあ、まさかのね、新井選手右手が伸びたみたいな、伸びてビタンでボール止めるみたいな、マジかみたいな、あー越したんかって思ったよね、打ってやーっていう風なシーンでした。あれはね、決めなきゃ、決めてほしかった。まあもうちょっとこういう風なところとかいろいろ伸びしろでしたね。あとはなんか後半はほんとセカンドがね、すごくことごとく取れてなくて、多分前半うちがすごくハイプレスにもすっごい切り替えの圧倒的な速さで行って、多分やっぱりうちはアクセルベタ踏みだった感じなのかな、まあだからあそこまでの圧倒があって、多分そこので後半は結構早めにこっちが全体的にちょっとシュ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 っていうのになったのかで、パススピードが結構遅くなったかなと思ったり、パススピードも遅いし届いてもないし、ちょっとミスっていうの、ちょっとした方向によって完全相手がいるような場所になってたりとかの、パスミスが目立つようになったのが後半でしたね。でそれがことごとく相手に有利に働くようにバチンと取られてたかなっていうのが目につきましたね。てのだけど、なんだっけ、で後半はあとは何があった、86分5分5分6分に今回の主役島福和が入りまして、いやーすごかったですね。最初もう守備も超頑張ってね、いやー頑張ってたなって、いや別に決して守備が上手いわけじゃ全くないけど、しっかり頑張って追ってついてっていう部分見せて、そしてシオンかね、はいどうぞー、はいどうぞー、もうなんだろう、こうやって乾杯って、もちろん乾杯っすーみたいなね、この感じだよね、はい乾杯のこれ、この感じぐらいどうぞーって、もうこう俺もうこうやってんだから、もうグラス合わせちゃってよみたいな、そんな感じのアシストで、いや素晴らしい、いやよかった。まあこれがちょうど1点目で、熱い加点1点目で、その後まあうちらはちょっとわー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 喜んでたら、もう1回ですわ、これいいっすか、アルブレイク、アルブレイク、これまたこれなんですけど、まあこれ出すって言ってもただゴールとゴールをただ出したいだけなんだけどね、これさ、ここからね、ここからここまで持ってったんですよ。これなんだかわかります？そう、久保芳晴かなって思ったんですよね俺は。まあゴールは決めてないけど、もうね、久保芳晴でしたね。ちょっとボールよこせみたいな、1点取ってくるみたいなね、そんな感じのこと言ってなかったっけ。いやそれをね思い出しましたね。ちょっと久保さんっていう、ちょっといい背中してんじゃねえかなって、そんな感じでした。ゴールというゴール、まあアシストでやってのね、ここでね、はいどうぞってね、ここでもう伊藤くんなんてもう歩幅しっかり合わせて、もう芸術ですわ、芸術ね。
もう N で見てるとギリギリなのかなと思ったら、もう超余裕でね、もう綺麗すぎる。もう何ですか、こんなにもうね、虹かなみたいな。すごい綺麗に行って、ゴール。ただ、ただここで言いたいんですよ。多分、結構みんなも気づいたと思う。こっちが N ね。こっちが N ね。越後薬草サンクスで、ここ、ここに看板あったの、看板。看板。ね。看板行かなきゃ。伊藤くん、看板。やっぱりね、ここ、伸びしろ。やっぱりね、ゴールした後もそういう余裕が欲しかったなと。ただそこに気づいて欲しかった、俺は。言いたい。伊藤くんに気づいて欲しかったよ。ただ伊藤くんに気づけなくても、千葉ちゃんにも、千葉ちゃんは気づかなきゃいけなかった。あと、ゆずくんね。やっぱそこ、その二人が、ベテランが、いけいけいけみたいなね。あれしなきゃね、いけなかったと思う。まあ、これが今回の、まあ、まあ、内山的一番の伸びしろの部分ですね。だって、越後薬草サンクスでめちゃめちゃ盛り上がってたもん。ね、あのゴール今日、終わった後、多分この N のゴール裏に、多分、越後薬草の方たちが、スタッフさんですごい多分20人ぐらいで集まってて、なんかやってたの、写真撮ってたのかな。で、やったら N にもまだ残ってた人がいて、この万歳をしてて、いや、めっちゃいいなって思ってたわけなんですよ、俺は。なんでね、あそこはやっぱうち看板ね、行かないとね、しかもサンクスデーは、行ってほしかったねっていうのが、まぁ、あ、ちょっとこっちとしては。だからベスポジだったからね。だからベスポジ狙っているからね。やっぱりそういうのは思いましたね。ちょっと喋りすぎたね。まぁ、あ、今回はそんなですね。とりあえずやっぱり今節もうちは 3-0 っていう部分で、しっかり、やっぱりあの苦しい時間帯もしっかり0って、そう、マイケル。もう完全に1失点防いでる。素晴らしい。もうそりゃもう、あれですわ。神ユニですわ。いやもう、いや、カズかと思ったけど、でもマイケル分かる。あの1失点防い、今日3-0にしたっていうのは超でかい。0はでかい。0と1はね、もう全然違う。かけたら0だからね、0はね。1はかけたらどんどん増えちゃっちゃうけど。すげえでかいなと思いましたね。今日はそんなとこかな。そんなとこですかね。ちなみにこれがまた再販発売されてて、61めちゃくちゃこれ面白かったっすよ、ラランジャの61は。まあこんな感じでこの選手の適正ポジションとか得意なポジションはここですぜみたいなのが書いてあるんだけど、それ以外のがね、めちゃくちゃ面白いのがこの裏選手名鑑ってのなんですよ。これをゴメスとフミヤが言ってんだけど、これがね面白い。もう誰かのことはうるさい、喋りすぎとか言ったりとか、あとなんだろう、まあ変態だよね、いい意味でって言われてたりとか、〇〇くんを怒らせるやつは人間の終わりだねとか、なんだろうね、ほんと海上保安庁の ポスターのやつとかね、うん、海の男じゃんって言われてんのに、サーフィンすかって言って、もう何これ、これね、超面白かった。ちょっとまだ全部見てないけど、これすごい楽しみ。これ、裏選手名鑑超面白い。もうこれだけでも読む価値あると思う。おすすめです、ラランジャの。61、まだ販売多分してました。知らんけど。あと今日はですね、コミちゃん出てこなかったんですけど、髪に着ていきました、コミちゃん。まあ今日は2枚も着ていったんですけどね。ちょっとまだ汗かわ、あれ洗ってないからちょっと臭いのかもしれないけどね。そしたらですね、俺がコミちゃんをしたって教えて言ったら、去年のコミちゃんをもらったんですよ。見てください、もうかわいすぎて、何、おにぎりかな、おにぎりだよね、もうこれはおにぎりかな、いやおむすびだねっていう感じの、かわいいね、ほらかわいい。これが動くラジオの醍醐味ですよ。もう 何なんですかね。ただこんなの喋るだけですけども。うわ、すごい。今日も14分喋ってます。よう喋んな、俺は。一人でね、よく喋る。でもまあ今日もこんな感じですけども、
次が、26日の日曜日ですね。はい、確か夜ナイターだったかな。ナイターで日発、6時からじゃなかったな、確か。日発ですね。まあそこには、うちの美香さんの、丸さんの、お兄さん夫婦たちが初アウェイ行きますので、もしもそこに行かれる方が、もしもこれを見てるとかあったら、優しくいろいろ教えてあげたりとかもいろいろ絡んであげてください。めちゃめちゃまだ RB 歴浅い家族なんで、でも多分もうすごく今もうかなり熱狂的になってきて、ある意味で服出たらもうそれしか着なくなるねって、まだ1年経ってないんですよ。分かってんなって思ったよね、やっぱその発言にね。分かってんなって、そうなんで、そうだって俺もね、もうね、ある意味の服しか着ないくらいになってきてる。なんせ平日スーツ着て、平日仕事の日スーツで、休みの日はもうだって2日間しかないじゃん、休みって。頑張っても4日間あったらもしかしたらアルビー以外も着るかもしれない。洗濯したらアルビーの服ね、乾いちゃうからね。ってなるともうアルビーの服しか着れないんだよね。そしてね、もうそんなですよ。で今日もこのパジャマにしてんのも鼻炎だしね。そうなんですよ。ちょうどね、ここがね、襟がね、ちょっと黄ばんできたぞってなった時に、新しい T シャツ出てくんの。アルビやってくんでるなっていう感じなんですよね。まあ今日もちょっと、俺は遅かったんですけど、ちょっと兄貴が、うっち、買っといてやろうかと。これもな、ちょっと兄貴が。これもな、兄貴がちょっと。おい、邪魔だっつって。おい、いるのか ?T シャツいんのかおいっつって。そんな感じで、もうちょっと。わあ、ちょっと怖いなっつって、はい、じゃあちょっとド M をお願いしますって言ったら、ド M はちょっとあれだな、3500円になりますって、なのでちょっと、ちょっとなんだろう、この1000円なんだろうって思いながら、そんな感じの、まあちょっといじりも受けつつっていう感じでしたが、ありがとうございました。 T シャツ買ってもらって、さっき着てみたらいい感じだったんです。なんでね、全然そんな話はいいか。とりあえず次の、次の最強の敵、なんと次の最強の敵変わるんですよね。横浜 FC だそうです。横浜 FC はまあちょっと、まあこの核となる試合にはちゃんと勝ってきてるなっていう雰囲気はありますけれども、やっぱりまだまだ守備の安定感はそんなに高くないなんですよ。なのでまだ余裕、まだまだつけ入る隙はあるけれども、あれですね、小川航基はまた調子上げてきてるっていう部分ですね。調子上げてきてて、うちはヤン君が次出場停止なので、そこの部分を誰がやるのかっていうのなんですけども、まあそこはでもまあ攻撃的にすごくやっぱり気の利くポジショニングをできるっていう部分で、まあ星君が入るのかなって思うんですけども、まあサブには俺は陣平君をぜひって思いますね。やっぱりこういう風にやっぱり相手がやっぱりちょっと上手い時はこういなすっていう部分であったりとか、そのキープがやっぱり上手かったので、そういうのではすごく陣平君を俺はまあ一瞬しか見てないけど、もうちょっと見たいなっていう風に思ってます。特にこう強い相手の時にぜひぜひ使っていっていくことで、これからのその後半戦をやっぱり急激にうちも成長するためには、やっぱり若手の成長スピードで違うので、そこはちょっと陣平君をっていうふうにはすごく期待しています。もちろんコミちゃんもね、コミちゃんなんせこの紙に出したのは横浜 FC 戦ですので、コミちゃん決めろよ。うい、見てください、サインが可愛いんですよ。多分ここ本当は点が入んじゃねえのかなって思ってるんですけどね。見えるのかな、見えるのかな、コミ可愛いね。この丸いのが多分顔の形と一緒なんですよね。コミの大の字はきっと多分意識してるんですよ。さすがだね。はい、っていう風にコミいじりもして、まあ、両太郎この今日のもうビューティフォーなループがあったんで、まあテンションは高いっすわ。でもこれ喋りすぎるとちょっと親から怒られちゃうんでね、うるせえっつって。まあそんな感じで今日も20分喋りましたが、多分これは普通にすぐこのまま上げて適当にしとくんですけども、多分同時期ぐらいに前半戦の総括みたいなやつを秋田戦に行く車内でずっと奥さんと喋ってたやつをそのまま適当に上げようかなと思っております。まあそれも時間がある日は適当に見てもらえればなと。まあ適当なんで、なんせ
楽にやっていきましょう。まあ、とりあえずまあこういう風に楽しんで、行く雰囲気を出して、どん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 みんなで新潟を巻き込んで、周りの友達をどんどん巻き込んで、増やしていきましょう。俺も今日ちょっと SNS を上げていたら、久々に行こうかなっていう風に、うちのお客さんのお客さんと僕ちょっと仲が良くて、その方から連絡いただいて、今度行こうかなって思ってるよって、当日行けるってなったら急に行こうかと思うんだけど、そういうのも大丈夫なのかなみたいなのも言われたんで、よしよしよしと、やっぱりみんなで SNS どんどん上げていきましょう。その周りだけで、そのなんて言うんだろう、絡むっていう部分もすごく大切だけど、いろんな人に向けてどんどん発信するっていうのもまたいいなっていうふうにも思いましたね。よかったです。こんなおっさんでもちゃんとちょっとは影響力あったんだなっていうのは嬉しかったですね。はい、またいっぱい喋っちゃいました。今日もありがとうございます。じゃあ皆さんまた、良い1週間を送って、またしっかり応援していきましょう。お疲れ様です。